の勝利です。ほい。はい、お疲れ様。あなたはみんなよく頑張ったよ。それじゃあとどめ刺しちゃおっか。待って、とどめってトラブルの元は根っこから立つのが一番だよ、シェフィーちゃん。でも…やるならさっさとやれ。もう抵抗する力も残ってませんしね。そうね。いいのかよボス。あのゼンって男ドラゴン族みたいだけど。素直に降参してうちのギルドに入ってくれればいいんだけど。断る。俺だけ命乞いなどできようはずもない。ほらね、剣もほろろって感じだし、そもそもこの人たちってテロリストだもん。返り討ちにされても文句は言えないはずだよ。ナイトメアの人たちもそう思うよね。確かに彼らは裁かれなくてはならない。だが待ってほしいっすよ。戦いは終わったんじゃないんすか。そうだね、まつりちゃん。もう動けないなら拘束してしまえばいい。確かにな。マナって前例もあるわけだし、悪いやつだからって始末すればいいってもんじゃないよな。陛下、いかがいたしますか。この国のプリンセスとしてはレイジーレギオンの皆さんがしてきたことを許すわけにはいきません。人々を傷つけたりとか、町のあちこちを壊しちゃったりとか、それはとってもとってもひどいことですから。くっそ、テロリストども、せっかくのライブをめちゃくちゃにしまいやがって。おい兵士のアンちゃん、大丈夫か。レイジーレギオンめ、商店街や広場の方もひどいことになってるみたいだな。ったく、最近は役所の動きも良くなってやっとこさ復興が終わったとこだったってのに。ユカリさんのメルクリウス財団に修理を依頼するしかないかしらね。どっかの女学院が壊れた時は一日で直したって噂だし。わあ、ミサキチのコネすごい。それじゃあうちらの学院もコネコネして直してもらっちゃおう。ふふん、ちょっと高くつくかもしれないけど、請求書はミソラのやつに回してやりましょう。で、イオちゃん？どうしたの？まだ確証がないんだけど、王宮の方でぶつかり合っていた戦いの魔力が止まった。きっと、あの子たちが勝ったのね。ちゃん、戦いの音が止んだって本当？うん、魔物の声も怖い音も聞こえなくなったよ。それじゃあ兄ちゃんたちが勝ったんだ。やったー。やれやれ、
一時はどうなることかと思ったぜ。皆さん無事だといいですけど。ジュンさんや町のみんなもね、あちこちで戦いが起きてたみたいだから。きっと大丈夫ですよ、あの方がついてるんですから。本当に大丈夫でしょうか。たく、強化は心配性だな。でも戦いは終わったんだよね。それならまた明日から安心して遊べるよね。ええ、きっとそうよ。この国のプリンセスとしてはレイジレギオンの皆さんがしてきたことを許すわけにはいきません。人々を傷つけたりとか、町のあちこちを壊しちゃったりとか、それはとってもとってもひどいことですから。たくさん被害が出ちゃったし、許すわけにはいかないよね。でもですね、私はレイジレギオンの人たちがカイザーインサイトほど話が通じない相手だとは思えないんです。そりゃまあ陛下を引き合いに出しちゃうとね。きっと何か事情があったんだと思う。そうだね、ネネカをどこにやったのか聞かなくてはいけないし、そこは交渉になるかな。ですね、レイ様、プロデューサーの行方も聞かないと。私も聞きたいことあるわ。そのゼンさんに。ゼンさん、あなたは私の知り合いだったりしないかしら。あんたそれって。自分でも変な質問だって分かってるけど、あなたと同じで私も自分のことが思い出せないの。だからそのもしかしたらって。シフィー様、ドラゴン族同士で記憶喪失同士か、偶然として片付けるにはできすぎかもね。かといって偶然でないとも言い切れないだろう。だがシェフィーと言って、お前を見ていると奇妙な気分になるのは確かだ。理由はわからないが。ゼン、思い返せば彼らの拠点の孤島で戦った時、シェフィーに対してはわずかに攻撃が鈍っていたかもしれない。あれは手加減などではなく、ゼーン自身の戸惑いが剣に乗ってしまったからだったのか。それじゃあやっぱり記憶をなくす前の二人は知り合いだったかも。なんだね。シェフィー様のお知り合いかもしれないというのなら、なおさらとどめを刺すわけには参りませんね。はい、それに記憶を取り戻したいっていうゼンさんだけじゃなくて、レイジレギオンの皆さんはどうしても叶えたい願いがあるそうですが、内容によっては私たちも手助けできることがあると思うんです。だからまずは争い合うよりも先に話し合いをしましょう。
その方がお互いにとってずっといいはずですから、うん、ま、誰かを困らせるような願いはダメだけどね。けっ、なんかいい話でまとまっちまう感じっぽいですよ、ボス。ああ、本当にお姫様はお優しいんだね。だが、それでこそ我らの主だ。そうですね。全力で支える甲斐があるというものです。向こうもこれ以上戦うつもりはないみたいだし、ならこれでめでたしめでたしってやつだな。一件落着っす。平和の次にいい言葉っすね。一件落着。よかった、なんとかなったみたいで。これでクリスティーナさんも戻ってくるね。そうしたら改めてライブしようね。カルミナのライブ、ぜひ見に行きたいですね、主様。あ、私もついてってあげるわ。あんたたちだけじゃ心配だもん。まだ気を抜かない方がいいって言いたいところだけれど、レイジ・レギオンを倒せたんだから、これで戦いは終わるのかな。そうだね、戦いが終わって平和に。ということは、日和ちゃんやノエムちゃんときちんとお話できるし、それに続きは戦いが終わったら、この続きのことをお話しさせてほしいな。それじゃあみんなで仲直りの握手をしましょうね。あなたも。叶いませんな。戦い終わったらみんな友達だね。やめろ、離せ。殺さねえ。みんな助かってよかったよね。ミソラちゃん。ゲームオーバーです、ユイさん。ユイちゃん！ユイ！レイ様！今のは？わからない、気をつけろ！なんすか？何か変よ。私も手伝います。貴
様、なぜユイを撃った？なんだ、この違和感は。あの女の人は、一体誰？いきなりユイさんを撃つなんて。知らないやつね。なんか妙な仮面してるけど。気をつけて。あいつ、普通じゃないよ。信じられないほどの魔力だ。これまで、感じたことがない密度の。魔力もそうだが、なぜだ？私は彼女を知っている気がする。それも、とてもはっきりと。なあ、あいつも、レイジレギオンの一員なのか？知らねえよ、そんなやつ！ああ。おい、ミソラ！誰だよ、そいつは！ミソラちゃん本当はまだ早いんですけどね。我慢できなかったみたいです。もうエリス様ったら。エリス、エリスってそりゃ確か我々の支援者の名だね。あの人か。レイジレギオンの人たち、なんだか戸惑ってるみたいですね。ミソラ以外は、エリスという人を知らなかった。ってことなのかしら。ち、これまで一度も俺らの前に面を拝ませなかったてめえが、なんで今ここでしゃしゃってくるんだよ。てめえ、しかとこくんじゃねえ。カリザ、やめろ。警戒を怠る。ゼン、つまりエリスという方はカイザーインサイトの拉致に失敗した我々を弾劾しに来た、そういうわけですかな、ミソラ嬢。いえいえ、そんなことのためになんて私は思ってないですけど。でも違いますよ。だってエリス様が気にかけることはこの世でたった一つだけですからね。アルジ様この世でたった一つだけか。釣れないな、せっかく出てきてくれたのに。ボス？どうしたんだよ。何ですか、ボス。笑顔がいつもより気持ち悪いですよ。だってねえ、ようやくお目にかかれたんだもん。私がアストルムを続けてきた理由、この世界の。危ない危ない、用心してなかったら今ので電子の木図だったよ。まだ本調子じゃなさそうなのに怖いな。それじゃあ怖いから逃げちゃおっと。じゃねー。ボス、どこ行くんだよ。続きは龍眼で覗き見しやがる気ですか。おい、これに、逃げたのか。やっぱりあの人は信頼できない。ふう、
レさん、あの人は要注意ですね。とっても厄介な人とコネがありそうですし。ゆいちゃん、よかった、気がついた。コッコロちゃん、チカちゃん、ありがとうございます。すんでのところで急所を外しておりましたが、あとほんの少しずれれば命が危なかったかもしれません。それほどの傷でした。よくもユイを。勘違いしないでくださいね。エリス様は別に狙いを外したわけじゃありませんから。ユイさんを殺しちゃうなんてできるわけないじゃないですか。だってもしそんなことをしちゃったら、せっかくいい感じに進んでる今の状況がやり直しになっちゃいますからね。やり直し？それって、お前が何言ってるのかよくわからないけど、そのエリスってやつも悪いやつなことはわかったぞ。ミソラも諦めてないみたいだし、二人とも私がやっつけてやる。私としてはもうムイミさんとはおしゃべりしたくないなって感じなんですけど、どうしてもお邪魔虫がしたいようでしたら、この弾丸でお返事させてもらいますね。よっこいしょっと。待て、ミソラ。ん？戦いはもう終わりだ。これだけ死力を尽くし敗れたのだから。ミソラちゃん、お願い、もうやめましょう。え？はい、わかりました。それじゃあレイジレギオンは負けってことで。でも危ない。ジュンさん、ミソラ、てめえ、負けを認めたのではないのか。ごめんなさい、ギルドマスターのゼンさんの指示には従いたいところなんですけど、でも私レイジレギオンを抜けちゃいますので。おっ、え、ミソラちゃん、やはりそうなりますか。君たちの事情は知らないけど、うちは揉めはそこまでにしてもらいたい。さっきも言ったように、あなたたちを拘束する。そちらの仮面の女性もだ。牢屋送りなんて困っちゃいますね。どうしますか、エリス様。私、気絶しちゃってた。今の攻撃、すごく痛くて、頭がガンガンする。痛いだけじゃない、とっても強い気持ちが乗ってるみたいだった。気持ち、私への憎悪、あの仮面の人、何、誰なの？なんかやばー！
きい。召喚魔法？あんな規模のもの見たことがありません。あれほどまがまがしい魔物も初めて見ます。みんな下がれ。撃ってきます。というよりも君のことだけ狙いを外したのか。デイジレギオンの人たちも攻撃されちゃってるのに。どうして当然じゃないですか。エリス様が騎士さんを傷つけるはずがありません。皆さんをかばおうとしなければかすり傷も負わないで済みましたよ。それってどういう。あんたに敵対しているわけじゃないってこと。そもそも彼女はエリスとは一体何者なんだ。騎士君。騎士君。